あと6時進か。隊長、あとどれだけ待てばいいんですか。もう少しの辛抱だ。運騎士の者だ。お前が刀を密輸しているとの通報があった。調査に協力してもらおうか。そんなことはありえない。濡れ衣だ。何かの間違いだ。つべこべ言うな。いいからついてこい。連行するには証拠が必要だろう。証拠もなしに、はいそうですかとついていけるか。証拠？お前は夢にも思っていなかったようだが、お前の仲間が全て認めたぞ。こいつで間違いはないか。情報提供に感謝する。約束した件は必ず果たそう。貴様、俺を売りやがって、恥を知れ。貴様がしたことを洗いざらいぶちまけてやるからな。隊長、このおバカさん本当にちょろいですね。ああ、そうだな。許可なく刀を所持し、違法な取引に関与した罪によりお前を逮捕する。さあ、証拠は揃っているぞ。潔く同行してもらおうか。あと4時進か。隊長、今日ずっと時間気にしてません？何かあるんですか？いや、何でもない。次はどうする？そうですね、犯人の追跡、新人運騎兵の指導、案件公文書の整理、玄格様と治安管理の打ち合わせ、運騎士の物資仕入れ。一つずつ片付けるか。治安管理の打ち合わせの前に公文書を整理する時間はあるはずだ。仕入れの書類には昨夜目を通した。追跡中だった犯人についてはすでに移送を完了している。指導については食べながら考えるか。もうこの忙しいのに食べてる場合じゃないでしょ。安心しろ、すぐに終わる。隊長、最後の書類です。署名お願いします。諸君、本日は玄格様の命により僭越ながら講師を務めさせていただく。まずいかに運騎兵の務めを果たすかだが。運慶、すまない、待たせたな。時間だな。運慶、願い事は何だ？願い事？運慶の願い事は、いっぱいお金を稼いで、すごい発明をいっぱい作りたい。あと、兄さんを守れるような運騎兵になりたい。と叶うさ。だが立派な運騎兵になる前に、まずは一人前の大人にならないとな。